なるほど、レッドサイ上映、しかも声出し OK 応援上映ですか。に対する読者の反応集。あー、ルフィさん頑張って、と書かれたうちわを没収される。どこから声出してんねん。茶色い悲鳴タイプなのか、のぶとい感性タイプなのか。様子顔か。いや、どうだ。どっちだ。まだ様子を見るべきか。何するの、ヘルメットさんの意地悪、顎、ケツ顎、まったくもう、夜なべして頑張って作った応援グッズが。ぐちぐちこびこび、それにしても応援上映って僕言ったことないんですけど、何するんでしょうね。いざとなったら援護に乱入してもいいのかな。席立つ時点で NG だから乱入はもってのほか、邪気様。応援上映4つのお約束を忘れないで。応援の意味が違うんじゃ。こびこび、笑える。変な鳴き声、蛮族思想、様子がおかしい個体なの確定か。奇妙な鳴き声と脳筋を超えた脳筋思想のおかげで要他の個体認証が成立するの、草生える。ぶっつけ本番で言って周りにご迷惑をかけちゃいけないから、まずはアマプラで特訓特訓。ロッキーポート事件で市民を救った英雄じゃよ。僕じゃよ。拳を振り上げて、この装備つけて乗り込むか。僕とヘルメットさんも即営に入ります。横じゃよ。拳を振り上げて。ロッキーポートの英雄解説おじさんに語尾を乗っ取られてる。このすれ勝手だけで要か個体か別個体かの判別かけられるの笑う。みんなよくわかるよね。うわぁ、急に落ち着くな。それにしても僕のサイリウムはなんで光らないんでしょうか。もっとは音速で振り続けて摩擦熱で発光させるものなんでしょうか、これは。あ、なるほど。おるのか。よいしょ、バキャー。うわぁ、おった。おるやつではあるけどさ。側ごと行くとは思わねえじゃん。この絵、元の総集編だと至って真面目に考えているだけのシーンなのに、ようおかで使われると、あ、やっちゃった。黙ってればバレないよね、みたいになってるの笑う。深い意味はないとわかってるんだけど、レッドでコビーとルフィが再会した時の、ルフィさんの気配を感じて、で冷えってなった。どう？こいつやばいこと言ってるな。フォローしとくか。見聞色か。気配、じゃなくて、存在、だぞ、なんだよ、訂正することでもっと気持ち悪くなるってなんなんだよ。やめとけ、相手は脳筋のコビー大佐だ、あんま気持ち悪いとか言うとやられるぞ。冷え。音もなく忍び寄ってくるんじゃないよ。怖すぎんだろ。不思議とズモモモモ、って音が聞こえました。応援上映とはいえ周りの方の迷惑にならないように気をつけていきたいものですね。なになに、グッズは胸の高さで、後ろの人の迷惑にならないように。なるほどなるほど、いつも胸にはルフィさん、と覚えよう。ルフィの縫いを胸の高さで抱きしめて、せっかくの楽しい場が台無しになったらいけませんからね。予習できて偉いな。ところで大佐、わかってますね。大佐ご自身も有名人なのですから、ちゃんと変装していかないと。騒がれて大変ですよ。ほらサングラスとか帽子とか。えへえ、やだな、大げさですよ。僕なんかのために騒ぐ人なんているはずがな。ボソ。ルフィさんのかっこいいシーンで大佐の方を見てギャーギャー騒ぐ観客。誰もルフィさんのことを見ていないスクリーン。頑張っているのにかわいそうなルフィさん。ひそひそ。想像してしまい泣きそうになりながら変装をするコビー大佐の図。ただサングラスと帽子つけろって言っただけじゃきっと脳筋大佐だから、クロスギルドの手配書みたいな 2P カラーレベルの変装になってバレちゃうよ。ヘルメットさんちゃんと監修しないと。コビーの扱いがうまい。部下に恵まれてよかったな、コビー大佐。コビー大佐は優秀な部下に恵まれたな。ちなみにこいつは一回泣いたら小1時間メショメショしてるので、お前らは迂闊に真似しないように。前方腕組み副官面。いつもしわ寄せが行くヘルメットさんくさ。でも二人はニコイチで仲良しだから、ずっとワイワイしててくれ。それが、初手で独特な概念をお出ししてくる、奇妙な鳴き声、蛮族、脳筋、思想、ちゃんと多要素認証の条件を満たしてるのくさ。多要素認証扱いは笑う。その応援上映会にピンクのサイリウムと、コビー先輩頑張って使わさい、の応援うちわを構えたひばりちゃんと回想なんですけど、いろいろ大丈夫ですか？もういっそソードみんなで変装していっちゃえ。うち、コビー先輩の活躍を精一杯応援しますけい。ありがとうございます。僕もそんなひばりさんを応援します。せーの。王子、向かい合ってうちはフリフリし合って何やってんだお前ら。ようおかコビー対戦は脳筋蛮族、ようおかひばりちゃんはちょっと色ぼけ気味、って感じですな。こら、
レディーにそんな悪口を言わない、げんこつ。コビーにげんこつされるなんて特に惜しくもない人を亡くした。と思ったけどコビーなら一般市民を手にかけるはずがないので軽く吹き飛んだくらいかな。げんこつ、に気を取られてしまうが、自分が言われるのは全く気にせずひばりちゃんのためにぶっ飛ばすコビーかっこいいぜ。地面にめり込んでそう。めっぽさんめっぽさん、例のコビーさんとひばりさんのうちはフリフリ動画ください。ぜひください。なんで俺が撮ってることを疑いもしねえんだよ。これ想像したらただの可愛い空間だった。よくよく読み返してみたら動画を撮っていること否定していないな。その動画どこに行けば見れるんですか？ずっと気になってたんだが応援上映って何を言うんだ。歌が出てきた時に、歌ーっていうのとシャンクスが覇王色使った時に、うせろーっていうのはわかる。プリズム知見参加者は映像を切れないルッチに、頑張れ、とか言ってたらしい。あそこ応援しようって思うところなんだ、優しいな。応援とは言うが、ルッチのカチカチに頑張れはいらんだろう。頑張ったら切れるかもしれんじゃろ。今回は切れるかもしれないんだから、できるよ。頑張れ、って応援したいじゃん。そういえばヘルメッポさんは僕の応援してくれないの？と冗談めかして聞いたら。バカえ、ファンじゃあるまいしお前のことではしゃぐかよ。と言って映画館の一番後ろの席で、静かに腕組みしています。なんかそれ逆にガチっぽくない？と思ったけど、飲み込んで言わない僕なのでした。無自覚のガチだろそれ。広報理解者面。そういうのは、広報腕組み相棒面、って言うんだよ。はい、防衛陣形、観客の保護を最優先します。観客の皆さん、落ち着いて鏡の中へ。ブリュレさんが要です。要じゃよ。ペンライトブンブン。英雄自主練中。それ誘導灯の振り方。あ、はい。くさ。ここだけガチっぽくてきついけど笑う。カタカナに弱い年齢詐称コビーならサイリウムと提灯を間違えるかもしれない。間違えるかな？防衛陣形からのあの一連の指示ですが、我ながら夢中だったとはいえ、あの名だたるメンツによくもまあこんな若造が指示出せたもんだなぁ。と今更ながら冷や汗が出ます。僕が下から2番目やん？こっは、こういう素直に動いてくれるタイプの大人がたくさんいるタイプの職場はバーベキューやら運動会やら盛り上がるんですけどね。僕は絶対行きませんが。ウォーターセブンでもけじめ抜きにみずみず肉バーベキューへ参加すればよかったのに。戦闘式じゃなく、ナミさんがコビーに出入金、物資管理を任せていれば、ルフィがお小遣いなしにはならなかったかもしれない。上映終わったら、うちわで手旗信号やって退出誘導やってそうだな。王子はコビーが活躍するシーンでは無言で両腕を組んで自走ポーズしてるけど、ベルトにピンクのペンライト刺してるよ。なるほど、広報腕組先輩面ですか。応援上映でみんながテンション上がってる中、微笑ましそうに眺めているクジャクさんもいますね。微笑ましくていいな。歌うたのシーン、大賞に歯向かったこともそうですが、すべてが楽しいこの、の部分で、取れたての魚みたいな暴れ方をしている自分もだいぶ見るのきついですね。このシーンだけ僕うちわで顔を打って下向いてるかもしれません。恥ずかし。そういえば応援上映って飲食はどうなるんだろうと思ったら飲食禁止なんですね。ルフィさんの勇姿に涙しても脱水症状にならないように水分補給はしっかりしなくては。となると、おトイレが近くなっちゃうのが困りものなんですよね。と思ったら、何やら、お餅を食べておくと尿意が抑えられる、との情報を教えていただきました。世の中は有益な情報に溢れていますね。はいヘルメッポさん、うす、僕きね。喉に詰まらせないように気をつけてね。大丈夫？薄ぶっ壊れない？さすがに薄ぶっ壊すのはしないだろ。しないよね？壊しそうで不安だ。壊れても王子が継ぎはぎしてくれるから大丈夫だろ。できた餅はひばりちゃんとクジャクさんにちぎってもらおう。コビーがキネ持つと心配しだすスレミンクさ。だってコビーだし。ところでなんでお餅でおトイレが遠くなるのかを調べたのですが、お餅に多く含まれる糖質が水分を保持する性質があるからのようです。鶏胸肉をお砂糖水でもみもみするとしっとりするみたいな感じでしょうか？じゃあ別に餅じゃなくてもよくね？というお声が聞こえてきそうですね。どうしましょうね、こんなについたのに。にょーん。バター醤油餅を食べています。どのくらいお餅ついちゃったの？一部隊お腹いっぱいになっちゃうくらいには突き上がりました。せっかくなので映画館の前で皆さんに振る舞おうと思います。振る舞うのか、うまそう。お餅の時点でライブ感ないんだよな。派手なお餅になりそう。ライブ感。カラースプレーでもかける？
きなこはやめといた方がいい。むせるから映画館とは相性悪い。途中から餅の話になってる。ん？最初からお餅の話だったよね。餅じゃよ。Z にちなんで赤餅にしよう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。